今回もこのようにして、皆さんとお会いすることができ、新しい学期を迎えて共に御言葉を学ぶことができることを本当に嬉しく思います。またワーシップタイムでも本当に素晴らしい、内容のある心からの神様に近づき、神様に捧げ、そして神様の御旨に従って生きる、栄光のために生きるという心構えが歌われておりましたね。ことごとくアメンでございます。またワーシップリードしながら赤ちゃんが ああいう賛美が子守歌になっているということで、素晴らしい赤ちゃんになっていくと主の御名によって祝福いたします。ありがとうございました。またお部屋に歓迎カードを添えてくださって、楽しいお書きをはじめとして、いろいろ置いていただいて私を楽しませてくださって、心から温かい歓迎を感謝申し上げます。で、この楽器はヨハネの違う第一ペテロの手紙を共に学ぶ機会として備えられていることを感謝しております。私にとってこの第一ペテロの手紙というのはですね、他の66巻聖書があるわけでございます。また新約聖書は27巻あるわけですけども、ことのほか私は第一ペテロの手紙が好きで、ですからもう60年以上、イエス様を信じたのが75年前でございます。で、新学校に入ったのが1954年でございますので、かなり、年数が経ってるわけですけど、その時から、私は小島伊助という先生、99歳まで主に仕えられた先生からこの手ほどきをいただいたんですね。で、自分でもクリスチャンになってから毎日、旧約聖書2章それから新約聖書1章読むことによって1年間で1回この66巻を読むことができるということを聞いて、75年前にイエス様に出会ってから毎年1回ずつ読んでまいりましたよね。けれども自分が進学校に入学してからは、そのペースよりももっと早くまた多く読む必要があるということで、21章読みました。そして読んできました。そうすると1年間に7回読み返すことができるんですね。で、そういう中で本当に聖書に親しむで、クリスマスの時に、マリアの話が出てくるわけですけども、御使いがマリアに現れておめでとうって、あなたは男の子を産みますと、やぶから棒に御使いにマリアを聞いたわけですよね。で、マリアは当惑してですね、どうしてそんなことがありますか、って言ったわけで、聖書には書いてないんですけど、それで驚いた時に御使いは糸高き方の御霊の力によってあなたは解任してるんですよって、それを聞いた時にマリアはすぐ私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。もしあの時マリアがねずっと拒絶してもう嫌です、いやって断ってたらクリスマスがないんですよ。でクリスマスがなかったらもうキリストも来られなかったわけですね。だからマリアのあのお言葉通りこの身になりますように、そのマリアの姿勢、お言葉を読みます、でもお言葉を行う人になる、お言葉通りになる、これは私にとってのね神学生活の中で、大きなチャレンジとなったんですね。ところが
なんと私はお言葉通りにやってなかったんですよ。口ではお言葉通りって言ってね、私になりますようにって言っておりながら、本当は自分の思い通りにっていうことをやってたことに気がついたんですよ。と言いますのは、私は進学校に入学したときに、同じ福島県の白河出身の一人の兄弟がいたんですよ。でその兄弟は信仰も私より先輩なんです。それで同じ昭和8年1933年生まれなのに、彼の方が先輩なんですよ。というのは彼は2月生まれなんです。私は6月生まれですよ。4ヶ月の違いで、彼は早生まれだったから学校早く入ったんですよ。だからこのね、学年差っていうのはね、超えられないんですよ。4ヶ月なのに彼は上級生なんですよ。それで進行も早く入ってたんですよ。で私は後になって、彼とまあいろいろと交わりをし、学びを教えていただいたり導いていただいたんですけど、ところがなんと1954年にその進学校に入る時は同じ年だったんですよ。それでね、ああ僕は彼を超えるチャンスが来たと。だからまあ彼よりも後になって信仰が入ったし、彼よりも教会生活は短い後になって入ったけども、これで彼を超えられると、そういう心がけがあったんですよ。それから、進学校の学生たちを見てもですね、まあいろいろ背景が違ったりして、まあ都会の出身とか、いろいろまた大学を出ている人とか、まあいろいろあるわけですよね。まあそういう中で競争心が湧いたんですよね。それで一番最初に分かりやすい競争に勝つのは誰よりも早く起きるっていうことなんですよ。で学校の規則は5時半起床、6時早点で、私はね4時に起きたんですよ。そしたら誰も起きてなかった。やったーと思いましたね。そしてまず競争に勝った、ね、2番目、この早点祈祷会では聖書の一章を輪読するんですよ。そして、後になって校長先生と学館の先生が交代で15分のショートメッセージをなさるんですよ。でその前に学生たちが臨読した後、何人かの方に証しをしてもらうわけ。今朝読んだ御言葉からどんなふうな恵みをいただきましたかって。で私は4時から起きて、そのマシュー・ヘンリーというね仲介書があるんですよ、英語の。その仲介書を、まあ、地引き引きながらね、一生懸命研究して、そしてメモを取っておいて、そしてその争点に出て臨読した後、では皆さんの中からここで、恵みを分かち合ってください。普通1年生は上級生に、まあ、献上の美徳って言って、まあ、譲るはずですよね。にもかかわらず1年生に入りたてなのに、はい言ってですね、そしてマチュー・ヘンリーからこういうふうに教えられたとは言わないで、さながら自分で瞑想したかのようにですね、すごい内容でね、ポイントを挙げて発表した。まあ目は口ほど物言いって言って、上級生がね、それでですね、あ勝ったと思って、2番目に勝ったと。それから先生のおすすめがあって、ではあとお祈りしましょう、どうぞお祈り始めてください、神様って言って、私は誰よりも大きい声を出しておいて、みんなビクッとしますから、それから何を祈ったらいいか考えてね、まあそういうふうにしてね、これ3番目、これで勝ったと思ってね、まあそして授業になりますよね。で授業になったならば、皆さん、先生の説明の中で何か質問ありますか、はいって言ってですね、もうできるだけ先生を困らせる難問題をですね、
質問してで先生が時にはじゃ あ来週調べてきますって言うやったってこれで勝利4番目っていうことで、それからね、食事があって午後は作業の時間に入るんですよ。それで、ちょうどあの頃はですね、まあ、食料事情もあんまり良くなくて、私たちは畑を持っていて麦を撒いといて、それで、収穫をしてそれをパン粉にして、団子を作ると。 ですから朝はですね団子汁なんですよ。ところがね、当番によってそのこね方が違うんですよ。あんまりねこうね固く練る人はですね、の出てきた団子がですねうさぎのうんこみたいにですね硬すぎるんですよ。ある方はですねもうこね方が柔らかすぎてなんか溶岩大地に行ったような感じでビッターって言ってですね、もう大変に食べるのが大変だったんですよ。まあそういう自給自足のための作業です。で大体みんなねデレデレってこう降りてくるけど、私は午後1時になったらですね、まあダダダって言って一番先に玄関に出てきてね、まあ、本当にどこの小敷が来たかっていうなんかあの様相でね作業を始めて、これで買った一番先に来たって言ってね、まあそういうふうなことをして、で週に2回はですねロボ電動の実習に行くんですよ。であの頃は神戸の新海地と言いまして、まあ、裏側は、まあ、いろんないかがわしい、お店がたくさんあるところでございます。まあ、そういう目抜き通りのね、真ん中に電動館というのがありまして、まあ、そこで電動実習するんですよ。で人々が流れているのをですね呼びかけて呼び止めて近寄らせて、そしてさらに今度は後ろのドアを開けて、さあ夜の集会にお入りって入れるわけですよ。ところがですねなかなか人が止まらないですよね。まあ司会者の方がいろいろ工夫してますよね。そういう時にですね司会者私にって言って皆さんって言ってですねいろんなジェスチャーをしながらですね、皆さん私は終身禁錮刑の犯罪人でしたと。終身禁錮刑がなんでこんな若い年に、出てるのかと聖書は言ってますとかなこと言ってですね、人の関心を引きつけてね、誰よりもたくさん集めて誰よりも中に入れる、そして説教して誰よりもたくさんの手を挙げるってね、あの決心をするとき、どうぞ今日イエス様を受け入れるっていう人は手を挙げてくださいって言うでしょ。でその時に見るわけですよ。で俺が一番多かったぞってなことでね、まあ、そういうふうなことで私は朝から晩までねもう1週間もう精一杯やったんですよ。そうしてあの秋になりましたね。そしたらなんか深いところから咳が出るんですよってね、微熱が出る、ね、寝汗をかく、おかしいな。で学校であの集団健康診断がありました、まあ、それでお医者さんに行っていろんなデータを、まあ、取っていただいたんですよ。そうしたら、まあ、36人男性がいたんですけど、その中から3人がねもう一度再検査が必要だって言われたんですよ。で私はその中に入ったんですよ。それで再検査を受けたらなんと私はね肺結核になってるって言うんですよ。ああ道理で寝汗をかいてね、深いところから咳が出るなと思ったんですけどね、要治療要静養って言われた。でも、まあ、学校生活して他の人にうつすという危険性はなかったというのでとどまることができたんですけど、要治療要静養って言うんですよ。でもね私は進学校に入ってくるときは実は家族から縁を切られて進学校に来たんですよ。っていうのは私のうちはものすごい禅宗のね曹洞宗のねあの門徒で、お坊さんじゃないのにもうご飯を食べる前にお勤めをしてお経をあげるんですよ。まあそういうわけでね私はもうクリスチャンになったっていうのでもう大反対って言われとったわけ。しかも将来牧師になって進学校に行くって、ほんならお前はねもううちはお前とは関係ない、ね、感動だ帰ってくるなって、
言われておりましたから、要治療要請用で薬代お医者さん代お願いしますと言えないんですよ。で進学校に入る前2年間私は通訳をしながら宣教師の方のお手伝いをしたんですよ。ところがその宣教師の方が有賀さん、進学校行ったからにはもうお金の相談は私にしないでくださいって言われとった。もうちゃんと様子を見てたわけね。宣教師は分かってました。いろんな費用が出てくるから、でも私には相談しないでくださいって前もって言われてしまったから、どこへも言うことができない。私は神様に言うしかなかったんですね。それで神様お願いします、どういうわけですかってね、もう私は一生懸命やって、そしてなんとか素晴らしいね伝道者になろうと思って、こうして学んでいるのに、なんでこんな風なね挫折して結核までするんですかって言って、もう癒せって言ってね、一生懸命お願いしますって祈ったんですよ。でもね3ヶ月ぐらい過ぎてもね、うんともすんともないんですよ。相変わらず寝汗ってアンアンって言ってね、で授業には出てましたけども、もう一番後ろの隅の方でね、で変化がない。でとうとう私はね、神様この学校の中で誰が一番先に起きてますか、私でしょって言ってね俺から証しをするのは誰ですか、私でしょってね、お祈りを一番先にするのは誰ですか、私でしょって、作業するのは誰ですかって私、伝道して一生懸命にみんなを集めて決心させるのは誰ですかって、私じゃないですか、もう神様の前に鼻を一生懸命低い鼻をこうやって高めてですね、私じゃないですか、そのあなたが私の願いを聞いてくれないということはどういうことですか、ね、ものすごく怒って私はね、神様こっち向いてくれ、なんで後ろ向いてるのか、ね、こっち向け、そしたら3ヶ月ぶりに神様こっちを向いてくださったんですよ。そしてあるいはお前はもしここで結核が癒されたらどう思うか、神様どう思うと思いますか、きっとお前はな、俺の祈りが奇跡を生んで結核が癒されたそう思うだろう、はいバカお前、はいって言ったな、本音が出ておる。癒しが行われたら神様の恵みによって癒されたというのが普通でしょ。あ、そうでした、そうでした、ちょっと気がつくのが遅い。それからお前がこのまま進学校終わって教会のないところに伝道に行って、そうしてどんどん人が救われて1年経たないうちに街道ができたと思ったら、きっとお前は俺は腕前のいい伝道者だと思うだろう、はいバカお前またはいって言ったなって、それはお前の本音が出ている。お前は一生懸命蒼天で証しをする、祈る、そして授業でも勉強している、そして伝道にも行って一人でも多くの人を導こうとしている、でも全部それは自分の手柄話をあなたはしてるんじゃないのかって、お前は私は嫌いだって言われたんですよ。皆さん、僕は今までかってね、神様から嫌いだって言われたことなかったですよ。聖書の中にも書いてないですよね。そんなこと。でも私はね、はっきり神様からお前が嫌いだって言われて、ものすごくショックを受けましたね。でもそのショックは私を本当に立ち直らせたんですよね。ああ、私は全部名目上はね、神様あなたのために、あなたの栄光のためにやります、祈ります、伝道します、働きます、勉強します、言ってたけど、それは全部神様のためではなくて自分のためだったんですよ。自分の手柄を立てるためだ。その自分というのはガラテヤ人への手紙の中では2章の19節に自己中心という私ですね、その自己中心の私はキリストと共に十字架につけられました。で20節、
今私が生きているのは私を愛し私のために命を捨ててくださった神の子イエス・キリストを信ずる信仰によって生きるのです。はっきりとそこで自己中心というのとキリストという方を切り替えた。でガラテヤ書の5章の24節にはその情と欲をキリストと共に十字架につけた。情と欲、いわゆる人間の中にある本来の罪を犯す性質、そういうものが虚栄心を生んでいたわけですよね。その情と欲を私は十字架にキリストと共につけたんだ。そして6章の13節に本当に世界がキリストと共に十字架につけられた。世界っていうのは私が現実に私たちが生きている世界そのものを十字架につけるっていう意味ではないでしょうね。まあ肉って言ってもですね、あの私たちが食べるビフテキの肉ではない。それはいわゆる私たちを罪を犯させる、アダムとエバが罪を犯した以来罪を犯す性質が私たちのうちに残っている。それが肉、情欲と言われているわけですね。だからこの世というのも決してこの世そのものではない。それはこの世の精神。この世の精神というのは人間中心ですね。神様抜きの人間中心。それから物質中心。そして快楽中心。まあこういう生き方。その精神がこの世と言われているわけ。で私はもろにこの世、すなわち競争心とか共栄心とかそういうもので自分は生きていた。そこでガラテヤ書の中から自己中心が、情と欲が、そしてこの世がキリストと共に十字架につけられた。で今日も賛美の中に捧げますっていう賛美が出てきました。あれはローマ書の12章の1節2節の中で、あなたの体を生きた聖なる供え物として神に捧げなさいってありますね。で、そのところで用いられているギリシア語のその文法から見ると不定過去法と言われてるんですね。これを、ギリシア語の文法の中にそういう不定過去法という呼び方があるんですね。それはある一つの出来事が起こります。で、今まで生きていたそういう生き方の中であることが起こって変化が起こっている。例えば誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作り変えられたものである。古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなった。キリストとの出会い、これは今までの生き方を明確に変えた。これを転機と言いますよね。切り替え、クライシス、明確な切り替えですよね。でそのような状態がずっと続いているというのがギリシア語の不定過去法なんです。で私たちは今日も梶川先生からお勧めがあったヘブル人の手紙の6章の1節から、あそこで成熟を目指しなさいと書いてますね。ということはイエス様を信じたというこの神聖の転機を持ちましたが、私たちの歩みの中で私自身もそうでした。いわゆる自己中心とかその情欲とかこの世の揺さぶりがあって、そして私たちは非常に不確かになるわけね。で時にはもう前と同じように戻ってしまうかもしれない。そういう中で今までイエス様に出会ったんですけども、紆余曲折波乱万丈があると、そういう生活をヘブル人の手紙のあの成熟を目指しなさい。で成熟、で
ギリシャ語ではテレイオスという言葉ですけれども、これは前の訳では完全というふうに訳されておったんですね。でも完全というと誤解があるんですね。まあ誤解の一つは、あの完全になりなさいって言ったら神様のようになってしまう。人間はどんなに恵みをいただいても神そのものにはなれないでしょう。もう一つは誤解は御使いのようにもう 100% どんな時でも神様の言うことを聞き従う、御使いのようになる、そういうこれは誤解です。でもう一つの誤解はもう欠点弱点もなくなる、まあ、これは完璧ですよね。でも私たちはどれほど神様の恵みをいただいたとしても、いわゆる欠点弱点までなくなるということはこの地上に生きている限りはないんですよね。まあですから前は完全というふうに訳しちゃうんですけども、それでは誤解があるので成熟、いわゆる十分大人になったということです。まあ子供の時はよく転びます。で大人になってもですね、まあ転ばないっていうことはない。バナナの皮なんかちょっと降りて落ちていて滑って転ぶということもあり得るわけなんですけども、まあそんなには今落ちておりませんけども、まあそういう意味において、完全ということの誤解が神のようになってしまうとか御使いのようになってしまうとか、その欠点弱点がなくなってしまうというような誤解があるので、完全という言葉よりもいわゆるテレイオスは成熟、十分大人になっていると、まあ、大人になってもちょっと間違いを犯すという可能性はあるわけですよね。まあ、そういう意味において成熟っていうふうに訳されたわけですけども、今まではイエス様との関係を始めましたが、いろんな事情境遇、自己中心や情欲やこの世というものに、まあ、惑わかされて揺さぶられてそしておりましたが、明確にここでもう一回ですね、明確に転機を迎える。そしてその後ずっと変わらないで、決して動揺があったり揺さぶりがあっても根幹的にイエス様 100% で文句なしに継続していく、この時に不定過去法が用いられるんですね。まあ、そういう意味において、その今日もあの賛美を捧げている時に神様が、お前本物になってるかって、 100% かって、まあそのように問いかけをいただきながら、はい、あなたにあの1956年6月6日、まあ私にとって神聖は1947年12月31日、これが私の75年前のイエス様との出会いです。そして新学生のお前が嫌いだって言われて本当に悩んで苦しんで3ヶ月で、もう一つ私は今日ワシップタイムで本当に感動をいただいたのは、あの聖なる誠の聖とする人も聖とされるものも一つとなるため、そして聖なるところに参りますと歌いましたね。であれは死聖女のことですね。でこの悩んで神様の前に祈って自分自身を掘り下げている時に、私が聖書とともに、あった2冊の本があるんですよ。で一つは死聖女の生活という小さな本です。 H.G. モールという方が書かれたものです。多分この神学校の図書室にもあるんじゃないかなと思います。でこれはですね、まさに死聖女って言ったら皆さんもレビ記の
学びの中、また出エジプト記の学びの中で、または幕屋の学びの中で記憶していらっしゃると思いますけれども、一般の祭司も至聖所には入れない。大祭司が1年に1回贖いの日に隔ての幕を通って中に入って、そしてそこにある契約の箱の上に血を注いで、1年間のイスラエルの民たちの罪を心から告白し、代わりになって神の前に出るわけですね。そして神様から許しの宣告をいただいて、帰ってきて民たちにあなたの罪は許されたということをね、宣言する。これは最も神の臨在のあるところ、神の顔を見上げるところ、神の声を聞くところ、神に触れられるところということですよね。で、至聖所の生活の HCG モールはね、そのところに入るということは、己を一切神の前に出さない。だから一切己を処分して、自分をゼロにして、イエス様 100%、 神様 100%、 聖霊 100% の世界に入る。で、明確な自己否定、いわゆる自己否定をして神の御顔の前に入るんだ。そこでお前は本当に、私は自分を神様の前に捨てますと、己を捨てますと言うけれど、本当に心底を捨てているかって問われるわけですよね。で、もう一つは一致と交わりという本があるんですね。これは、ハドソン・テイラーが画家書の公開をしている本なんです。一致と交わりで、画家書の流れとして、ソロモン王と一人の女性が結ばれていくわけです。でも一回結ばれたのに、この王妃は逃げるんですよ。ということは、昔自分が関わって生活していた生き方、もう王様との一緒の生活よりも、人間の自分が生まれつき今まで生きていたその生き方に戻りたくなったんですよ。それで王を離れるわけです。でも王は一生懸命に探してくれるんですね。そして彼女を引き戻します。そして一つになります。でも二度目に彼女はまた逃げるんです。それは一回目はこの世の生き方に戻ったんですけど、二番目はわがままが出てきたんですよ。何でもかんでも王様の言うことを聞くのは嫌だって、でわがままが出て二度目に出るんですよ。でもその時にはもうこの女はいわゆる売春婦になってるんですよ。でその時王は銀貨30枚をその払って引き戻すわけです。そして二度ともうあなたは私から離れてはならないと。そして最後に彼女は歌を歌うわけですね。あなたは私を愛してくださる。で、あなたは私を恋慕うように愛してくださる。で、それまでは彼女は画家書の中で二つの歌を歌ってるわけですけど、あなたは私を愛してくださる、私もあなたを愛するという祈りを、また愛の歌を返しますけども、自分がまだ残ってるんですね。またこの世が残ってるんですよ。でももう最後のあの女とソロモン王の愛の告白はもう愛 100% で、自分がもうゼロになって、このお方だけに自分の心が満たされて、ここで愛の一致に導かれるんですね。そういうハドソン・テイラーの画家書のその王様とその女の関
関わりの変化をそういうふうに捉えて教えてくれたんです。で、私はこの2冊の小冊子ですけど、まあ、ガラテヤ人への手紙とともに読んで本当に自分自身に決着をつける。で、それが1956年の6月6日なんか後ろから6を3つ重ねると黙示録の中でこれは悪魔の数字になるわけなんですけど、本当に見事に私は切り替えをした。で、この2回目の切り替えはですね、今に至るまで続いてるんですね。で、よく言われるんです、有賀先生もう89歳になって、そしてまた現役でこんなに伝道する、牧師先生のお手伝いする、そしてまた神学校で教えている、先生は燃え尽きるっていうことないんですかって、まあ、ここに来る前も旭川のナザレン教会の先生、お父様と後を継いでいらっしゃる息子さんの先生にお会いしたんですけど、聞かれました、先生症候群ってないんですか、燃え尽き症候群ないんですか。あの、燃え尽きるっていうのも、私はもう新学生の時に完全に燃え尽きたので、もう燃え尽きてますので、あと燃え尽きるということはないんですと。っていうのは己ゼロ、イエス様 100%、 神様 100%、 聖霊様 100%、 何をするにも毎日毎日どんなことでも私ではない、全てキリストである、そのように捧げますと今朝もワーシップで歌いました。私は確認して捧げています、捧げています、確かです。まあ、そういうふうなこの新学生の間に私は見事に完全に燃え尽きて、これから生きるのは私ではありません、私のうちに生きておられるイエス・キリストによって生きているのです。ゼカリア書4章6節にね、権勢によらず能力によらず私の霊によって、権勢っていうのはいわゆる組織力ですね、能力っていうのは個人的な力量ですね。私たちはともすればあるグループに属しているから何とかやっていくというような、これ組織力です。また個人の能力、それによって頑張ってやっている、でもそういう原則だと燃え尽きがやってくるわけですよ。でも3番目、私の霊によって、そうですね、これは 100% 聖霊様によってやっていくんだ、まあ、そういうふうな見事に明確な切り替え、切り替えてあと動揺しない、それがこの不定過去法という表現なんですね。ぜひ皆さん方がこの神学校にいる間にそういう経験をして燃え尽きてください。そして聖霊 100% で、もうあとはね、もう万事聖霊万事祈祷ですから、自分の無能は決まってる、自己の無能だから、しばしばね、私たちはよく祈りの中でね、神様愚かなものです、弱いものです、力のないものですって言ってますけど、それはまだね、己が残ってるからそういうこと言ってるんですよ、ね、神様の前にもう決定的に私は無能です、バカ者です、無能者です、ね、あとは繰り返す必要ないんですよ。私たちはよく繰り返すんですよ。そうすると神様が分かってるって言うんだ、お前はお前から説明聞かなくたって分かってるって、そんなのもう言うなってね。それよりも神の全能、まさに自己の無能ではない神の全能で生きるんだ、これを
明確に切り替えていくとですね、本当に燃え尽き症候群はなくなるし、また私たちが本当に神様と共に御旨に従って生きる限り、御言葉に従って生きる限り、絶対にできないということはないんですよ、ね、というのは、まあ、パウロもピリピ書の4章13節に、私は私を強くしてくださる方によって、ね、私たちはいろんな自分で技術を磨いてとか、またいろんな経験を積んでとか言いますけど、もちろんそれも大切です。でも決定的なのはね、私の霊によってですよ。ですから本当に神様の全能に自分が全く切り替えていただいて、あとはこのような動揺がないと、不定過去法アオリストね、時世に自分が明確に立つ、そういう経験を持つことができるように。それはまさにですね、この私は神学校に入って、この99歳まで生きられた小島伊助っていう先生を通し、第一ペテロの手紙を通してね、そういうチャレンジを受けてですね、ペテロっていう人は、まあ、イエス様に最初出会ったんですよね、その時にはシモンという名前でした、でもイエス様が彼を見て、私はあなたをペテロにするって言ったんですね。だからこのシモンというのは小砂利っていう意味ですね。ペテロは大岩っていう意味ですね。ところが面白いことに、パウロっていう人もイエス様に出会いました。イエス様に出会う前はサウロという名前です。サウロはユダヤの国の最初の王様の名前です。ということは意味が大物って意味です。まあ彼のご両親は大物を目指して彼に名前をつけて、サウロ大物。ところがイエス様に出会ってから彼はパウロになった。パウロ、これは小物っていう意味です。面白いですね。片や小砂利が大岩になった、片や大物が小物になった、その心は変えられたということですね。見事にそのような明確な変化がお互いのものとなりますように、主の御名によって祝福いたします。そういうことでこの第一ペテロが私は大好きになったんですよ。というのはペテロもイエス様に出会ってから波乱万丈があったんですよ。しかしペンテコステによって見事にペテロは変えられましたね。そしていざとなったらペテロはですね、ピラトの法廷のちょっと遠く離れてイエス様の後を様子見に行きましたら、突如ですね、女の子がですね、あなたの顔覚えてる、この前の日曜日イエス様がエルサレムに入場してこられた時に、あの路盤にまたがったイエス様のそばにおられたじゃないですか。ってびっくりしたわけですよね。覚えてる、あなたのハゲ具合なんてね、まあ、聖書にそう書いてないけど。でその時ペテロはですね、思わず方言が出てしまったんですよ。でガリラヤのイスラエルの北部地方といったら日本でいうと東北弁ですよ。だからこのペテロは方言が出たんですね。で東北弁ではイとエが逆になって、チとツが逆になって、ナーニヌヌがみんな鼻にかかって、それにつけなくてもいいのに濁点をつける、だからズーズー弁って言うんですよ。だからあなたはあのイエス・キリストっていう方の弟子でしょって言われた時に、俺はすらねえ、イエス・キリストはすらねえって言ったの。なまったんですね。ああそのなまり、それはガリラヤの地方の言葉だ、あなたはきっとイエス様の弟子だって言った時に、結局3回俺はすらねえ、使っても言うがすらねえ、イエス・キリストはすらねえって言ったの。その時イエス様が最後の晩餐の時にペテロに言ったんですね、あなたは私を裏切ります、今後どうだ、ありえないですよ、命まで私は捨てますよ。でその時イエス様は、鶏は鳴くでしょうね、なんとペテロが俺はすらねえって3回言ってしまった時に、あああああ
まあ牧師は何でもやらんって感じでね。本当に泣いたんですよ。彼はですね、その時聖書を言ってます、外に出て激しく泣いたって。同じイエス様を裏切ったイスカリオトのユダ、彼は大きなことをしてしまった。結果は木にぶら下がってくびれて死んだんですね。何の違いでしょうか。ペテロは激しく泣いた、ユダは泣いてないんですよ。何の違い、涙の違いですね。私たちはともすれば泣く必要があると思います。本当にお前はイエス様 100% なのか、曖昧にしていないか、こうして神様に選ばれ導かれ神学校に来て将来神様に仕えようとしている、お前本物になっているかって、このくらいでいいのか。今朝も先生から成熟を目指そうとお勧めいただきました。成熟を目指すということはイエス様 100% になる、フルグローン、十分イエス様にあって成熟成長したということは、ガラテヤの手紙で見るならば自己中心ではない、情欲中心ではない、この世中心ではない、 100% イエス様中心だ。ああ、私に曖昧なところがあったな、妥協しているところがあったな、どんな時でも神様に寄りすがって生きているのか、自己の無能、神の全能に本当に立っているか、少しでもずれているとするならば、私たちはペテロのように外に出て激しく泣く。私の神戸の神学校の創立者、英国からバクストンという先生がおいでになった。でバクストンという先生は Get alone with God、 神様と一人ぼっちになりなさい、本当に神様の前に自分自身のたった一人自分を持ち出して、そして一対一になる、まあ、今日のワーシップの中に出てまいりました、聖とされる方と聖とされるものと一つになる、まさに神様との合体をするように、まあ、そういうふうなことで、皆さん方にまずこの一切のクリスチャンとして、またキリストに選ばれたものとして使えるものとして一番学ぶことはね、ここであると、これであると、そのことを皆さん方に申し上げて、申し上げたかったということなんですね。主の恵み語るは楽しい、主はまことの友なれば、主は我がすべてを変えたり、そうは誰もなしあたわじ、主に比ぶる愛なく、まことの友もなし、主のほかには救いはなし、苦しき愛よ、 No one ever cared
for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. 主は日々確信を与え、御言葉悟らしむれど、我が救われし訳はただ、御国に入りて知るを得。主に比ぶる愛なく、誠の友もなし。主の他には救いはなし。苦しき愛。天の父様、このようにしてクライスト・フォー・ザ・ネーションの聖書学院、このようにして創立以来あなたの御手の中で尊い営みが今日にまで続けられてまいりました。始められたのはあなたです。そしてあなたによってこの学院が生かされてまいりました。2022年度9月の新しい学期を迎え、愛する御前にあります尊い選ばれたあなたに愛され、将来を心から期待されている一人一人がここに集められております。主よ、一人の人が変えられたことによって全世界が変えられるということがありました。マルチン・ルーテルが一人信仰のみ、聖書のみ、恵みのみと主張して宗教改革が起こり、全てのプロテスタント教会が今日に至っております。トペカにおいて1901年1月1日聖霊のバプテスマ、異言を伴う聖霊のバプテスマがそこに起き、ペンテコステグループが起き上がりました。主が今全世界にどのグループよりも御言葉と聖霊によって著しい神の働きが進められております。この流れを汲む、どうぞこの聖書信仰に立つ、聖霊信仰に立つ、そしてあなたご自身の一人一人の取り扱いが一度受けて変わらないというような明確な不定確保の、ひとたびイエス様に 100% 委ねて自分がゼロになって一度も自分を持ち出さないというような、そういう明確な成熟の切り替えをこの学期中に、この学院生活の中であなたが達成させてくださいますように、主が一人一人に迫ってくださるようよろしくお願いをいたします。これから始まってまいります第一ペテロの学びの上にも、私たちのあなたご自身の語りかけを心から待ち望んでおります。イエス・キリストの御名によってこの祈りを聞いてくださったことを感謝して御前にお捧げいたします。アメン。まず、チョロンのチョで、ございましたが、心から感謝します。続いてお願いします。ありがとうございました。いただきましょう。天の父様、これから霊感された第一ペテロの手紙を学んでまいります。この言葉を通して私たちが恵みに徹することができますように御手に委ねます。ここに来てください、御顔を見せてください、御声をかけてください、御手に触れさせてくださいますように。そして私が生きるのであなたも生きるのです、私たちがさながらイエス様が今私たちと生きておられるという実感を持って名を導いてください、背後で祈ってサポートしていらっしゃる皆さん方、ご家族、母教会、皆さん方の祈りにお応えくださいますように、御手に委ね、皆によって合わせてお祈りいたします。アメン。まあ、レジュメがお手元にあると思いますが、まず、ペテロの手紙そのものに入る前にですね、この1ページにありますようにペテロの第一の手紙が新約聖書全体の中に置かれている
1というのをね、大まかに見させていただきます。まず新約聖書は4つの福音書というものから書かれておりますね。で、私もなぜ新約聖書は福音書から始まってるんだろうか、もし、キリスト教というのを説明するとすればローマ書を持ってくればいいんじゃないかな、なぜローマ書じゃなくて福音書なんだろうか、そう考えた時によく言われるんですけども、私たちは一般的にキリスト教と言われますが、キリスト教と言われるけど実際の中身はキリストである、キリストの理屈ではなくてキリストそのものだと言われます。ではそのキリストっていう方はどういうお方で、どういう人生を送られて何をなさったのかということから始まる必要がありますね。キリスト教というものを説明するならば、ローマ書が一番先に出てきたらいいと思う。でもキリスト教というけど実際の中身はキリストだ。だからここで4つの福音書が最初に来ると。しかもイエス・キリストという方を見る人によって見方が違ってくるんですね。一人だけだとちょっと一面しか理解できないですよね。でもマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで、マタイはキリストを王のごとく、マルコはしもべのごとく、ルカは人のごとく、ヨハネは神の子として記してますね。そうするとイエス様の姿が立体的になりますね。まあ、そういう意味において理解が深くなるわけですよね。で、その4つの福音書でイエス様っていう方が納得できた。その後、じゃあこのイエス様っていう方を信じた人たちはどんな人で何をしたんだろうか。それが使徒行伝ですね。で、使徒行伝の終わりを見ると、実は終わってないんですね。他の書物を見ると全部終わりの祈りがあって挨拶になってそして終わるわけですよね。ところが使徒の働きを見ると、使徒の働きの28章30節31節、パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて少しもはばかることなく、また妨げられることもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと書いてある。あ、やっぱりキリスト教はキリストであるけれど、キリストには教えがあるということで、そのパウロはキリストのことを教え続けたと書いてあるんですよ。ということは、使徒の働きは終わっていないんですよ。ということは、私たち今生かされているものが使徒の働き29章を書き加えていくお互いであると言うんですよ。だからラブソナタという運動で、韓国の教会の先生方がおいでになって伝道していらっしゃるんですけど、その母体になる教会のテーマは使徒の働き29章を書き続ける。だから使徒の働き29章ビジョンというね、そういうビジョンを持ってるんですよ。まあ、私たちもどうかそういう意味において、使徒の働き29章をこれから私たちが書き続いていくんだという自覚を持ってもらいたいです。で、その最後の28章の31節にキリストを教えたとある。
が何を教えたんだろうかというのがローマ人への手紙ですね。で、パウロが一番先に書いた手紙は第一第二テサロニケ、第一第二コリントがパウロの初期の手紙と言われています。で、さらに新約聖書の中でその教え続けたという非常にキリスト教の教理的まとめている手紙がガラテヤ人への手紙とローマ人への手紙ですね。特に、贖罪、イエス・キリストの救いということが大きなテーマになっているわけです。で、パウロはその後牢獄の中に囚われました。牢獄に囚われてその4つの手紙が書かれたんですね。で、これを獄中の手紙とか牢獄からの手紙と言われております。で、それはピレモン、コロサイ、エペソ、ピリピであります。で、ピレモンというのはもともとピレモン の奴隷だったそのしもべが、逃げるんですよね。で、パウロによって、彼は回復して、そしてパウロは今主人のもとにお返ししますと、彼は悔い改めてこれからしっかりあなたのところに、働きたいと言ってる、どうか愛情を持って、迎えてくださいという個人の手紙です。で、コロサイ、エペソ、ピリピの教会に書き送ったの。その獄中からの手紙っていうのはですね、すごく意味が深いんですよね。コロサイはキリストとキリスト者だから、本当にクリスチャンっていうのはキリストとどういう関わりを持っていくべきかという点で非常に優れています。エペソ、キリストと教会だから、教会っていうものは何なのかということを知るためにはエペソ人への手紙です。ピリピはキリストとその使い人、皆さん方も、これ今早速買っていただいた人がいますけども、もう一つ私たちが読むべきなのはキリストに使える人はピリピ書、これを読むべきなんですね。キリストと使い人のあり方がピリピ人への手紙です。有名なのは何といってもピリピ人への手紙の一章は21節ですね。私にとって生きることはキリストです、死ぬこともまた生きです。そこに人生の目的があります。キリストに私は生きるんだ。2章に来ると2章5節、キリストの思いをあなたの間でも生かしなさい。文語訳ではキリストの心を心としなさいという訳になってますが、ここに人生の模範がありますね。キリストのように生きるという。3章に行きますと、私たちはいろんな事情、それからいわゆるいろんな生活の物資とかそういうことで悩みが起こってきます。お金の問題とか境遇の問題とか、そういう中でいつでもパウロはこのピリピ書の3章の中で、何とかして私はこの一字を務めると、本当にイエス様というお方に集中していくことによって、マタイの福音書の16章の33節にも、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば必要なものは全て添えて与えられます。神様が私たちの経済生活のためにも、実はイエス様一筋で生きていったら必ずイエス様が私たちの全ての必要を満たしてくださる。だから何とかして私はこの一字を務めるというね、そのところから神様の支えっていうものを体験していくことができる。もう一つ、人間として私たちが使い人として問題になるのは自分の弱さですよね。そういう時に4章の13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもすることができます。どんなことでもできるっていうことは
非常に大切です。なぜ？ほとんどの人ができませんという人が多いから。だからそういう人の中で私たちはできますって宣言することは非常に大切です。けれども下手にできますって言ったらお前バカかって言われるね。できないくせに言うだけと言われますよ。でも根拠があります。私を強くしてくださる方によってですね、自分ではなくて私を強くしてくださる方によって私はすることができますという根拠がありますから。しかもですね、ある時だけできるっていうんで、ある時はできないっていうんじゃなくて、どんなことでもすることができる。まあパウロ先生はロマ書を書いて、ロマ書の8章の31節から39節までの最後のところにおいてはもうすっごい宣言をしてますよね。でその中で特に37節では、この私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者になると。単なる勝利者ではない、圧倒的な勝利者。まあそういう宣言ができるということは素晴らしいですね。だから神に仕えるしもべ、皆さん方が教会学校でお友達にお話をするとか、中高生にお話をするとか、また教会の中でお証しをするとか、まあ、そういう中でね、皆さん証しをするときに絶対にね、言い訳は言わないでください。しばしば言うんですよ。突然言われましたから何を言っていいか分かりませんって、そういう言い訳を言うとね、何を言っていいか分かりませんって、みんなの言わないでってだからすぐ私たちは、あ、このような証しの機会を与えられて本当に感謝します、私は喜んで証しさせていただきます、でその姿勢っていうのは非常に大切ですね。まあキリストに仕えるしもべ、特にピリピ書を学んでください。でもしねパウロが牢獄に入らなかったら、この4つの手紙がないんですよ。この4つの手紙がなかったら、非常に教会っていうものは何であるか、エペソ書から分かりません。本当にクリスチャンは何であるか、コロサイ書がない、そしてキリストに仕えるしもべの心構え、これはないですよね。ですからまあ牢獄によくパウロがいてくれた、入ってくれた。でまあ先ほども3つの挨拶の言葉を交わしました。神は最善をなさいます。そうです、神様の御手の中にはどんなマイナスと思われる経験も全部生かされてくるという信仰ですね。これ大切ですね。ああなんでこんなことが起こるのかなとね、他の人が楽をしているのになんで私だけこんな苦しみを遭わなきゃいけないんだろうか。神様には全部その苦しみには目的があるんですよ。そしてその目的を果たした後、まあ呼ぶという人ほど苦しみに遭った人はないと思います。でも呼ぶは、私を試みてください、私は金のようになって出てきますって言いましたね。金というものが鋳造されるためには、金を含んでいる溶岩、その岩石、これを3000度以上の溶鉱炉に入れて熱せないといけないんですよね。あんな硬いものがドロドロになるんですよ。やがてその3000度の熱せられた中から金が浮かび出してくるわけですね。そして結晶するわけです。だからそういう試練、試みというのは、パウロは後の中で手紙に書いてますけど、その試みの中から純粋なものが作られてくるんだ。だから皆さん方が他の人がないような苦しみを負わされたら、あ、神様は私を他の人にないものを作り上げて、神様が私を用いようとしておられるんだなということで、ロマ書の5章の中の3節にあるように、患難をも喜ぶって喜んでください、ね、
ロマ書の5章の3節の観難をも喜ぶという、喜ぶというギリシャ語はカウコーマイという言葉なんですけど、これはもう抱きついて喜ぶ。まあ、今はコロナの影響で、モーニングワーシップの中では以前はですね、お互いそれでは挨拶し合いましょうという分かち合いのね、そういう時がワーシップの中であったんですよ。そうしてみんな抱き合ってね、そして歓迎し合う。今それができないでいるわけですけども、まあ私は初めて、アメリカに行った時は、アメリカの方はハッグ組織のそういう方式です。もう気持ち悪かったですね。もう本当に誰かもなくない。でも3ヶ月いる間に慣れましたよ。それで久しぶりに家に帰ってきたら家内のこれがないんですよ。寂しいなと思ってね。そうしたらその後私スウェーデンに行ったんですよ。それでストックホルムの空港に着いたら、向こうでありがーってやってきたから、あれはハッグするんだなと思って、私は別な角度で手を広げてね、それでハッグした。そうしたらスウェーデンのハッグはですね、ただ抱き合うんじゃなくて背中を叩き合うのが習慣なんですよ。しかも叩き具合が強ければ強いほど親愛の情が深いってわけ。まあ大きな体を持った人がよく来たなお前はなんてグブグブグブで、まあお仕置きを受けてる感じです。ところがインドネシアの方に行きました。あそこはですね、鼻と鼻を合わせるのが挨拶なんですよ。で私は思わず日本から参りましたのでね、ありがとうございますよろしく、たら向こうの人は下の方から鼻さんですよ。鼻鼻迷惑をしたとはでございますけど、まあそれぞれ違うんですけど、まあそのように、まあ態度の表し方は違うけど、パウロは患難が来たら抱きついて迎えなさい。なぜならば患難は忍耐を生じ、忍耐は連達を生じ、ということは患難が1回2回では連達にならない、何回も何回も来て連達が、そして忍耐をして、そしてその結ぶ実は何か、聖霊によって神の愛が豊かに注がれるからであると。こういう試練を通し繰り返して忍耐して、やがて聖霊によって神の愛が豊かにあなたに注がれるって言うんですよ。ところが私たちはそれを抜きにして聖霊10万愛10万って言って待てって言うんだよ。苦しみを通って患難をして忍耐して聖霊の豊かな愛が注がれるんだ。皆さん、単なる聖霊の愛を注いでください、そんならもっと苦しめって言うんだ、もっと苦しめってね、苦しみなしに聖霊様の愛を満たしてもらうっていう、そういう道はないんですよ。たやすい道ではないんですね。まあそういうことを通して、この獄中からのパウロの手紙はすごく中身があります。そしてさらに第6番目に、この牧会の手紙という手紙が第1第2テモテ、テトス、特にテトスという人は使徒ではありません。でも教会のよく働きをまとめた人です。だからよく役員さんとかなる人たちはテトスの手紙をよく読むといいですね。で、神学校を出て新しい教会に使わされて教会のお手伝いをする、そういう人々は第一第二テモテを読むととってもいいですね。これを牧会の手紙と言います。第7番目にいわゆる7つの手紙がまとめられて、行動の手紙または一般の手紙、ジェネラルエピストルと言われますけどね、ヤコブの手紙、第1第2ペテロ、ユダの手紙、第1第2第3ヨハネ、この7つの手紙がまとめられて行動の手紙、一般の手紙と言われてます。まあ、パウロ先生の手紙はそれぞれの教会に書き送られた手紙です。でもこのヨハネ、第一ペテロの一章
一節にありますように、イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアにと書かれています。でこの現在のトルコですね、現在のトルコの各地域が全部ここに書かれているわけですね。ですからビテニア、ポントというのは北の黒海に近い方、アジアっていうのがこのギリシアに近い方ですね。そしてガラテア地方、そしてカパドキアというのがこの地域です。ですから現在のトルコですね、黙示録の7つの教会は全部この辺にあるんですね。まあ良い機会に私も7つの教会を訪ねる旅を計画したいと思ってますけど、今とにかく円安が進んでガソリン代が高くって、久しぶりの、コロナからの解放でみんな世界中から観光客がねもう押し寄せてるんで、ホテル代がすごく上がってるんですよ。まあですので38万ぐらいで聖地旅行が行けるのが今56万ぐらいになってるんですよ。ですからもうちょっと、円高になるように、そして、ガソリン代がウクライナ問題などを通して落ち着いていったら計画ができるかなと思ってるんですけど、この7つの教会を巡るっていうのも非常に興味があります。でそのような行動の手紙、それは全てのその地域にある教会に回覧板のように回し読みをしてもらう、そういう手紙なんですね。でその中の一つがこの第一ペテロということであります。で特別な手紙としてヘブル人への手紙があります。まあ私も、何年間かここで教えに来させていただいておりますが、ヘブルの手紙も手ほどきを一緒にさせていただく時があります。でヘブル人への手紙っていうのは大体どんな手紙でも著者の名前が書いてありますよ。誰々からで誰々へって言って、また心だったら行動の手紙として回覧板としてどこどこへと宛先があるんですよ。ところがヘブル人への手紙はね、何にも挨拶がないんですよ。ヘブル人への手紙1章1節、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。著者の名前が出てこない、そして宛先もない。ですから物議を醸しました。これはちょっと聖書らしくないんじゃないか。でもテモテの第二の手紙3章16節、テモテの第二の手紙3章16節、テモテの手紙第二3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。ここにズバリ、聖書はすべて神の霊感によるもので、聖書は神の霊感だということは、取り戻さず神様ご自身が著者であるということを言ってるわけです。でもパウロが13の手紙を書き送りましたけども、それはパウロという人を通して神が聖霊によって霊感して書いてもらった。ところがヘブルはそういう道具を使わないで、もう神が語られたという直伝、いわば、まあ、そういう意味においてヘブル人の手紙は特異な中身を持っているということなんですね。で、まあ、ヘブル人の手紙は、まあ、キリストというお方をすごく旧約のバックグラウンドから描いています。ですから第五の福音書と言われています。まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネでイエス様のことが書かれてますけども、このヘブル書は第五の福音書と言われております。
素晴らしいイエス様の姿が見えてきます。そして新約聖書の最後の部分がいわゆる最後の勝利の手紙としてヨハネの黙示録、この黙示録が記されています。旧約聖書の最初は創世記です。そして初めに神が天と地を作られた初めで、初めがあったら終わりがあるはずです。その終わりが黙示録です。ですから神様の名前もアルファオメガ、東北弁であなたっていうのがオメガっていうんですけど、まあ、まさにそのようにして私たちは聖書の創世記から黙示録まで始めがあって終わりがあるということは、私たちは今終わりの終わりの時に来ている。終わりの時、まあこの学院のニュースレターでも梶川先生が終末の時というメッセージを寄せておられますけれども、終わりの時の始まりはイエス・キリストがこの世に来られた時が終わりの時の始まりなんです。で、すでに今2022年経ってるわけです。ですから終わりの時の始まりがイエス様の初臨であるとすれば、終わりの時の終わりはキリストの再臨です。それが終わりの時の終わりです。私たちは今その間に生きているわけですよね。で、もうすでに終わりの時が始まって2022年ですから、終わりの時の終わりに私たちはなお来ているということは実感できると思いますね。でもマタイの福音書の24章にイエス様が世の終わりの時の印というものを教えています。いろんな災害がある、ね、いろんな天変地異が起こってくる、戦争が起こってくる、飢餓が起こってくる、ね、まあそういうことで、ああまさにですね、昨今の状況は終わりの時の終わりの印ではないだろうか。でもイエス様は言ってます。早合点してはいけない、慌ててはいけない、ね、これは起こらなければならないと言ってるんですね。だから安逸に、あ、こういう今天変地異が起こってきて、戦争があって、そしてそういうふうな災害が多いから、終わりの時が近づいてんじゃないか、まあ簡単にそう言ってはならないと。もうすでに歴史的にそういうことはたくさん起こってきてるわけだからね。でも私たちが心すべきことは何か、それは本当に見るべきお方をいつも見ていると。状況の戦争とかそのような災害ではなく、目をつけるべきお方、それは歴史を支配する、導かれる教会の頭である主イエス様ですね。だからイエス様ってお方を私たちは明確に見ていく必要があると。そしてこのイエス様は必ず完成するお方で、これをですね、未来完了形思考というんですね。それはキリストの初臨によって、この地上においでになりイエス様の十字架と復活昇天、そしてキリストがやがて再臨される、で、聖書はこの時はですね、わからないと言ってるんですよ。で、わからないことを言ってはならないんですよね。でも歴史的にアメリカのある方が、もう何年何月にイエス様は来られます、言いました。でも来なかったんですよ。韓国でも何年か前にイエス様は何年に来ますと言いました。でも来なかったんです。というのはイエス様自身もね、私は分からないって言ったんですよ。で、私はその時非常に不安になりましたね。そんなに不安なの？そしたら、私の父は知っていますと安心しました
いや私の父も知りませんって言われたら本当にわからない。でも真の神様は知っておられる。だから間違いなくこの再臨の時は神様はいつにするか分かっておられる。でキリストの再臨があった時には教会は完成されます。キリストの再臨の時には全ての伝道が完結します。そうですよね。教会が乱れたままイエス様はおいでになりません。伝道が未完成のままおいでになりません。で将来においてまさに、まあ、ワーシップでも未来のことを歌いました。で私たちは未来のことはわからないと考えやすいです。そうじゃない。未来は完了するんです。なぜならばイエス様が再臨されるから。イエス様が再臨されるときには教会は完全に整えられます。伝道は完全に成し遂げられます。だから私たちはですね、多くの場合なかなか伝道が進まないなって、いつになったらできるだろうかって戸惑う人が多いんですよ。でも私たちはキリストの再臨に目をつけ、このイエス様がおいでになったら完了してるんだ。だからその完了されるということを私たちははっきり信仰によって受け止めて、教会は完成する。そして自分の信仰生活も必ず全うさせていただける。中途半端だな、いつになったら本物になるかなと思う必要ない。必ずこのお方がおいでになって私たちを完成してくださるお方なんだということで、私たちは希望を持つことができますよね。まあ、そういう意味においてこの新約聖書っていうものの全体の中でこの行動の手紙、その位置づけ、そしてこの第一のペテロの手紙っていうものは、まあ、意味があるということをね、まず序論で申し上げました。で2ページにレジュメにありますように、まあ、この行動の手紙というのはさらに加えてパウロの手紙は一つ一つの教会に手紙が書き送られました。でもペテロの手紙は教会全体に宛てられている手紙ですよ。でもう一つはこのモファットとかウォルトンとかグッドスピードという聖書学者たちはですね、まあ、新約聖書中で最も読みやすいと、まあ、非常に分かりやすい、まあ、パウロ先生のローマ人への手紙は結構教理的ですので理屈が立っています。ガラテヤの手紙もそうです。しかもガラテヤの手紙はパウロの憤りも入ってるんですよ。なんでこんなに早くお前たちは本物からずれたのか言ってですね、このバカ者って言ってすごい誤調で言ってるんですけども、ペテロの第一の手紙はいわば説教です。おすすめです、まあ、そういうことで読みやすい、とっつきやすい、最も読みやすいものだと言われています。でこの第一ペテロの手紙が書かれた年代と場所でありますけども、この年代としてですね、AD63 年から67年の間ぐらいではないかと書いてあります。と言いますのはいわゆるローマが大化を経験したことがあります。でこの皇帝が自分の失敗をなんとか隠すために、自分で火をつけて、で結果としてそれをクリスチャンに振り向けてクリスチャンたちが放火した。なぜならば日頃から言ってるだろう、火を下してって、まあこれ誤解のもとになるんですね。放火犯になるわけです。火を下して、火をつけてください、火を火を火をなんて言ってますからね。まあ表を通った人たちが、この人たち火を求めてるのか、火をつけてくださいって言って、ああ危ないなと。それからこの教会ではよく聖餐式をしましたね。そしてこれは私の血です、私の体です、飲みなさい食べなさい、
下手に外を通ってる人、教会の人って人の肉を食べるんだ、血を飲むんだ、すごい集団だな、誤解も甚だしい。まあ、それからしばしばですね、親と子供が信仰の別れになって、まあ、ユダヤ教の親、子供たちがプロテスタントのキリスト教ということになると、ここで紛争が起こる、まあ、家を家族分裂をもたらすものだ、まあ、いうようなことが誤解のもとになって、いろんな批判を受けることがあります。で、そういう一番大きな、いわゆるネロの ローマの放火の事件の前ぐらいというのは、それが AD68 年にローマの大火がありましたから、まあ、その前っていうと63年から67年ぐらいに書かれたんではないだろうか。で、またパウロの手紙というものが、第二ペテロ3章15節の中にパウロ先生のこともちょっと引用してるんですね。ペテロの第二の手紙の3章の15節の中で、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい、愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送ったと、書き送った通りですと。で、まあ、パウロがその手紙を書き送ったと言われておりますので、その書き送った手紙の後ということになりますので、まあ、それはやっぱり63年から67年の間と考えられます。で、場所はどこで書かれたのだろうか。第一ペテロの5章の13節で、第一ペテロの5章の13節で、あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っていますと書かれます。ここで、すでにローマの迫害が教会に及び始めています。ですからズバリローマの教会と書くと非常に危険ですよね。ですから隠れる言葉としてバビロンという表現を用いてここで表してますよね。バビロンというのはいわゆるローマの別名でもありますということで、この黙示録の17章の5節を見てみましょう。黙示録の17章の5節ヨハネの黙示録17章の5節その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。まあ、ここでも、ローマのことをここでバビロンと呼ばれているということが分かります。まあ、そういうことですので、ペテロのこの第一の手紙はバビロンからローマからAD63 年から67年ぐらいに書かれた。特色は何かっていうと、まあ、非常に再臨ということが強調されております。また特別なその教会の制度というものがあまり明確ではありません。ペテロの第一の手紙のこの5章の中で、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとして進めますと書いてます。で、長老という言葉が出てくるだけですね。
で、テモテの手紙を見てまいりますと、そこに羊とか、男子の羊、女の羊とかいうようなことが出てきます。ということは、だんだん教会が整ってきて制度化されてきているという証拠ですね。でもペテロの手紙の中ではもう長老しか出てこないということは、まだ教会の組織がきちんと作られる前の段階のものであると考えられております。またこの第一ペテロの手紙の中においては、初代教会の神学が何であるかという事柄がよく記されているということなんですね。で、それはあのペンテコステに聖霊が下って力を与えられて、ペテロが説教した。そして1日に3000人ほどの男性がクリスチャンになって教会に加わったとありますね。で、そういう時のペテロの説教などの中身を見てまいりますとですね、一つの特徴はメシアの時代の到来だ。すなわちイエス・キリストというお方が来られたということが非常に強調されている。というのは、4000年の旧約時代の歴史の中において、たくさんの、歴史的な出来事が起こってきましたよね。で、そういう出来事の中で波乱万丈、エジプトから奴隷になっていて解放されたこととか、また一つの王国になったけれども、アッシリア、バビロンに囚われてしまった、やがて帰ってきたと、神殿も焼き払われて、再建もされたというような出来事の中でね、メシアが来れば一つの王国が立て上げられるということで、メシア待望、救い主がおいでになるということが大きな願いだったわけです。そしてついにこのイエス・キリストが来られたことによって、イエス様はマルコの福音書の1章13節に言ってるように、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。で、すごくですね、この時は満ちた、時というギリシア語は、一つはね、クロノスという表現と、もう一つはカイロスという表現があるんですね。で、クロノスというのはカレンダーの時の流れのように、何年何月、そして何日というような、これはクロノスです。でもカイロスといった時には、特定の時です。例えば人工衛星を飛ばしましょう、その後のニュース聞いてませんけど、日本も関わって、月にやがて日本もその参加して、月面に、もう50年前大阪万博が開かれた時、あの時世界で初めて、人間を送って月面で、石を持って帰ってきた。で、あの時大阪万博に提示されたんですよね、展示された。で、まさにね、すっごい人々のにぎわいでもってね、もう全然止まって見ておれないんですよ。後が詰まってますから早く行ってくださいって、こんなふうな見学の仕方で、ああって、あれが石かっていうぐらいですね、ものすごかったんですけど、まさに、そういう今度は日本の技術を持って、月面に行こうか。で、そのための無人のロケットをこの前発射させたと、アメリカからですね。で、その最初の予定はちょっと天候がもう悪かったし、不具合が分かって、引き延ばしになったけども、その後改めて、発射します。で、そういう人工衛星を飛ばすという特定の時、それはまさにカイロスというわけです。皆さんも結婚されている方は、結婚式の日というのは特定の日ですよね。
適当な時じゃないですよ。これは確定の時でございます、そういうカイロス、イエス様は時が満ちたっていう時、カイロスって言われたんですね。神様が行動を起こされる時が来ました。そして神の国は近づいた。まだ誰も救われている人がいないのに、神の国はここで今出来上がりましたと言ったんですよ。すごい未来完了形思考ですよ、イエス様のね。私たちもそういう観点からもう一度見直しをしていくということを教えられますね。メシアの時代が来ているんだ。そしてもう一つは旧約の預言の完全な成就。旧約聖書で預言されていたメシアが今来られたということで完全に成就である。しかもさらに復活と昇天によってイエス・キリストは新しいイスラエルの頭なるメシアとなる。今まではユダヤ人だけの救いメシアであった。しかしイエス・キリストが来られたことによって異邦人、今まで神様と関係のなかった異邦人が神の民となる。それが新しいイスラエルということですね。まあ、そのように素晴らしいこのイエス・キリストがおいでになったことによってこの新しい教会、すなわち新しいイスラエルがここに誕生してくるようになると。でレジュメの3ページにありますが、第4にこのメシアの出来事は間もなく栄光のキリストが来られて生きた者と死んだ者とが裁きを受けて完成されるということは、まさにイエス・キリストが初臨として予言されていたことが成就した。でこのイエス様は再臨を予言されました。だからイエス様に関する予言は初臨によって成就したということが確実あるとすれば、イエス様ご自身が再び来るといった予言は第一の予言が成就したと同じように必ず成就するということで、その時に私たちはまさに全ての教会が完成され、伝道は完成され、そして神様の栄光に私たちが預かることができる。一方頑固にイエス・キリストを受け入れない、信じない、どれほど私たちが伝えても心を開かないで受け入れないとするならば、その人たちにとっては裁きです。クリスチャンはイエス・キリストを信じた時、すでにこの永遠の裁きから救いに入っております。でイエス様が再びおいでになった時に、私たちの裁きというのは天国か地獄かの裁きじゃなくて論功行賞ですね。どれだけ私のためによくやってくれたかという幼稚園の運動会のようなもんです。参加、幼稚園だったら参加した人には全部商品が出る。その上で1等2等3等の人には別にさらにいいご褒美が出るというように、私たちには論功行賞で天国か地獄かの裁きではなくて、その時のクリスチャンの裁きはどのようにキリストに仕えたかという論功行賞で、そのご褒美の質がさらに違ってくるということであります。そして第5に、これらの事実は悔い改めを訴えて許しと聖霊を与え永世永遠の命を約束する根拠とされると、まあ、ですから非常にこの明確にですね、その当時の人たちのメッセージは悔い改める。で悔い改めるっていうのはギリシャ語でメタノイアと言います。でこれは方向転換という意味です。私たちは悔い改めというとですね、懺悔するように引用そのように考えますが、そうじゃなくて方向転換をする。はっきりイエス・キリストに方向を変える。今まではこの世自分中心、神なし、快楽中心、その生き方から方向を変えて、そしてイエス様と共に生きていく、それが悔い改めということです。で悔い改めることによって私たちは罪が許され、そしてまさに
聖霊が与えられて永遠の命が私たちのものになるということであります。またその恐怖の引用として、すなわちキリストの直弟子は使徒と呼ばれました。で、使徒の弟子たちが恐怖と言われてました。まあ、ですからこの手紙が人によって書かれて、恐怖の方々がどれだけ引用しているかということは、この手紙の価値を、まあ、高めるものですよね。まあ、それで第一ペテロはこのイレナイウスというような人は、第一ペテロの1の8を2回ほど、2章16節を1回引用しておられます。ローマのクレメンスという指導者も1章19節のたっと1、まあ、今日もワーシップで歌われましたね、この血潮によって許しが与えられる、清みが与えられる、ね、ポリカルプス、まあ、ヨハネっていう人の直弟子がポリカルプスという方です。でその方は1章13節や21節、2章22節、24節などを引用しております。まあ、ですから非常に第一ペテロの手紙は貴重な引用された手紙である。まあ、背景としては非常に危機が感じられると、まあ試練という言葉が1章16節に、また3章16節には避難という言葉があります。4章12節には火の試練、4章19節には苦難というようなことが書いてあります。まあ、AD64年、7月19日にローマの大火がありました。3日未晩ローマ市全体が燃え続けていったわけであります。まあ、そういうふうなことが背景にありますので、非常に危機的なそういう状況が背景にあります。偏見と抽象がありました。本来ユダヤ人嫌いの人が多かった。まあ、第一世界大戦、第二次世界大戦の中でドイツの人はですね、非常に国民性の強い人です。ところがユダヤ人というのは神に選ばれたという先民意識というのが非常に強かったんですね。それでドイツの人はもう真っ向からユダヤ人嫌いになりました。それで600万人ぐらいの人をね、殺したんですよね。まあそういうことでユダヤ人嫌いが起こってきた。まあ、先ほど言ったように生産式をする、血を飲む、人の体を食べる、また家族の分裂、まあ、炎の滅びなど、まあ、放火犯に誤たれる。と同時に非常にこの初代教会は高い基準を持ってました。まあ、先ほどもワーシップで歌いました、清くする方、清くされるものがさらに一体化される。私たちは中途半端な標準じゃない、すごい高い標準を要求されている。神様と一緒の生活だ、清い生活に徹底しなきゃならない、曖昧があってはならない。まあ、それは世の中の人々の大きな、まあ、私たちに対する挑戦でもあったわけですね。まあ、そういう中でペテロがこの手紙を書き、私たちに届けておるということなんですね。それでは明日から本文に入ることにいたします。天の父様、こうして1時間目2時間目は序論的なことを、聖書全体の中の位置、またその中の特徴などを書きました。私たちも今多くの危機に直面しています。だからこそこのペテロの第一の手紙を学び、私たちは見るべきお方にこの集中してイエス様に目を向けて、イエス様からどのようなものを受け、どのようなものに生き、どのように完成されるかを私たちがなお確かめていくことができ、確信を持ってこの時代を生き抜くことができるように導いてください。そうしてくださることを信じ待ち望んで、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。